こんにちは、Bレジェンド田中です。今回は僕が愛用しているトレーニングギアについてご紹介したいと思います。動画の概要欄には公式 LINE やお得なセール情報も掲載されておりますので、ぜひ概要欄をご確認ください。それでは本題の方に入っていきたいと思います。トレーニングを行うにあたって、ギアと呼ばれるですね、グッズですね、あるんですが、私がおすすめしているグッズとなぜおすすめなのかっていうところをお話ししていきたいと思います。それではまず一つ目ですが、トレーニングベルトですね。レバーアクションでカチッとこう、これでベルトを締めることができるベルトなんですけど、高重量のスクワットとかデッドリフトを行うとき、どうしても腰に負担がかかってしまうので、僕はこのレバーアクションのかなり分厚いごついベルトを使ってます。一般の方だとね、革のベルトとかもっと薄いやつでも全然最初はいいとは思うんですけど、腰の怪我がある方とかは最初からこういうごついベルトを使うのもありかなと思います。セットごとにベルトを締めたり緩めたりっていうのをこうきつめに巻いてたら結構大変なんですけど、レバーアクションだとこうこれで締めてこれで緩めてっていうのはワンタッチでできるんで、この辺が結構便利かなっていうグッズです。あと高重量とかのね、セット終わった後にこうパチンってこう外すのがなんかかっこいいというかテンション上がるんで、そういう遊び方も使えるかなと思います。腰の怪我とかしちゃったらね、トレーニングできなくなっちゃうんで、まずトレーニング始める際はベルトはちゃんと揃えるようにした方がいいかなと思います。で、次の2つ目のグッズですけど、リストラップですね。これ手首を保護するものなんですけど、ちょっとつけてみましょうか。こうやって手首に巻くやつですね。ベンチプレスとかダンベルショルダープレスとか行うときにこうやって手首を保護する役割があるんですけど、前もベンチプレスの動画でも紹介したように、手首立ててると肩に負担かかる場合もこうしっかり保護することで手首寝せてベンチプレスをできるという選択肢も増えるし、ダンベル系の種目だと結構やっぱ安定させるのが、それだけでも腕使っちゃったり疲れちゃったりするんで、リストラップを揃えるといいかなと思います。で、これ実は僕2種類持ってるんですけど、普段はちょっとソフトな素材のリストを使ってます。あんまりゴム効かなくて、そんなに強烈に締め付けない種類なんですけど、もう一つゴムで強めに締め付ける種類のやつも使ってます。手首の調子がちょっといまいちかなと、違和感が出るなっていう時はちょっときつめのリストを使うようにしてます。基本的にはこの青い方の柔らかいやつでトレーニングすることが多いです。で、素材とか長さの種類があって、僕おすすめは90センチ、100センチのちょっと長いやつでしっかり巻いて保護するやつがいいと思います。だからほとんどお客さんとかにも勧めるときにリストラップ買った方がいいですよって勧めるんですけど、最初から90センチ、100センチはやっぱりつけるのめんどくさいし大げさなんで、60センチとか、30センチの短いやつでいいかなと思って、短いやつを買われる方が結構いるんですけど、僕個人的には巻くのって結局慣れちゃうんで、そんなにめんどくささも感じないので、しっかり保護する方が手首気にせずにトレーニングに集中できるんで、どうせ買うんだったらもう最初から90センチか100センチ買っていただいた方が僕はいいかなと思ってます。3番目パワーグリップですね。これデッドリフトとか、やるときでベントオーバーローとかですね、バーベルを強く握らないといけないトレーニングするときに、どうしてもやっぱりこう握る力の方が先にバテちゃうので、パワーグリップは持っておいた方がいいのかなと思います。ストラップで巻いてやるやつもあるんですけど、僕はパワーグリップの方が手間もかかんないし、革製のやつだと結構強いんで、パワーグリップ3番目におすすめかなと思ってます。4番目は膝のサポーターですね。ニースリーブというやつなんですけど、膝の位置までぐっと
靴下みたいに履いていくものなんですけど、これはね、やっぱり、まあ、僕ら40代ぐらいになってくるとどうしてもこう重いスクワットとかやると膝に違和感とか怪我とかも出やすいんで、しゃがみ切った時に反発が効いてくれて、膝の負担を減らしてくれるっていうところのグッズになります。これに関してはしゃがみ切った時に保護するだけじゃなくて、単純にこういうのを巻いておくと関節が温まるのも早いんで、まあ、そういう意味でも特に冬とかの怪我の予防にも使えるのかなと思ってるので、特に膝の違和感とか出やすい人とか、まあ、40代とかのトレーニングされる方は、まあ、怪我する前に早めにこういうのも使ってもいいのかなと思います。ニースリーブつけるときに滑りが悪いと履くだけで疲れちゃうんで、これ履きやすいようにちょっとふくらはぎの位置にサポーターを使ってます。まあ、それだけの道具です。さっきのサポーターの肘バージョンですね。エルボースリーブっていうやつなんですけど、これもさっきと同じで、まあ、肘が一番こう肘関節にストレッチがかかった時に保護してくれるやつです。ベンチプレスでもね、腕強い方だと肘に違和感とか出やすいですし、特に重宝するのは多分三頭のストレッチ種目ですね。こうオーバーヘッドでしっかり伸ばすときにやっぱ肘にかなり負担かかるので、三頭のストレッチ種目やるときですね、ライングオーバーヘッドエクステンションとか寝てやるストレッチ系種目やるときは、肘に違和感出るのであればこういうのをやっておく方がいいと思います。で、次のグッズですけど、シューズですね。旅靴っていうやつですね。これなんで重宝してるかっていうと、滑り止めが裏がゴムなんですごく効くっていうのと、まあ、クッションがほとんどないので、デッドリフトとかスクワットとか高重量のトレーニングをやるときに安定感があるというか、クッションが強い靴だとどうしてもこう重りでクッションが潰れちゃってバランスが不安定になるので、こういうクッションのないシューズは僕は結構重宝してます。で、まあ、人によってはですね、スクワットシューズですね、リフティングシューズっていうのがあって、まあ、かかとがちょっと分厚くなってて、かかとが浮いた状態でスクワットができるっていうシューズがあるんですけど、そういうのが合う人もいるんですけど、そういう場合はそういうシューズを買えばいいかなと思います。僕の場合はかかとが高いシューズっていうのはバランス的に合わなかったので、こういうベタベタの靴をチョイスしてます。で、これこのシューズいいんですけど、気をつけていただきたいのは、クッションがないので、このままランニングマシンとか有酸素やっちゃうとほとんどクッションがない分、足首とか膝に負担がかかっちゃうので、有酸素用の靴とウエイトトレーニング用の靴は分けて使うといいかなと思ってます。これは私のおすすめのシューズで、旅靴です。で、次のおすすめのグッズはこれですね、滑り止めです。ベンチプレスとかでブリッジを組む時とかに、服の素材によっては、背中の素材によっては滑るんで、こういう滑り止め、まあ、100均とかで全然売ってるんですけど、これをベンチ台に引いてベンチやると、ブリッジ組んでも滑らないっていうメリットがあります。こういうのがなくてもブリッジ組めるようなウェアですね、ベンチプレス用の滑り止めのついた、まあ、背中の位置に滑り止めのついたウェアもあるんですけど、まあ、高いですね。まあ、これ100均で売ってるんで、こういうグッズを使うのも、まあ、一つかなと思います。で、最後に私のおすすめグッズ、これマウスガード、これこういう歯にはめるやつですね。歯を保護するものなんですけど、まあ、僕昔スクワットのマックスやってる時に歯を食いしばりすぎて歯が折れたことがあるんですけど、まあ、それでマウスガードを予防するのを作ったんですけど、やっぱりなんかつけたまんまだとちょっとしんどい、息苦しいし面倒くさいっていうので、まあ、1回つけるのをやめたことがあるんですけど、そしたら2本目折れたんでさすがに懲りてマウスガードを使うようにしました。高重量のトレーニングとかやると食いしばるので、結構早めにマウスガードは使い出した方がいいかなと思います。僕の指導させていただいている女性でも、まあ、デッド100キロ上げるぐらいの方なんですけど、まあ、歯が欠けたことがありますし、まあ、同業のトレーナーでも歯が折れたトレーナーって結構いるんで、やっぱり限界まで食いしばる場合はマウスガードをつけた方がいいかなというのは思ってます。まあ、これちょっとどうでもいい小話なんですが、マウスガードって
つけることで結構食いしばりやすくなるんですよね。歯医者に行って2万ぐらいで型を取って作ってもらうものなんですけど、やっぱ型を取ってる分フィットするし、噛み合わせがすごく良くなって、まあ、食いしばりやすくなったゆえに、なんか食いしばりすぎる分ここのね顔周りの筋肉も発達してマスガードを使いすぎてる時期っていうのは結構このエラ周りの筋肉も発達しすぎて、なんかねこの辺がごつくなりすぎるという経験があるので、限界までやるトレーニングの時以外はあんまりつけすぎないようにっていうのをちょっと個人的には気をつけてるっていう、まあどうでもいい話なんですが、はい、以上、僕のおすすめのグッズを紹介したんですが、使うことで一番大事なのは怪我が予防できるっていうところだと思うんですよ。何にもつけずに生身の体でトレーニングできて重いのをこなせるのはやっぱかっこいいし、そういう強い体になりたいと思う、私もよく思って、なんか道具に頼らないっていうのをこだわってた時期はあるんですけど、やっぱり怪我した後だと遅いので、怪我する前に早めにちゃんとしたグッズで怪我を予防する、で関節の負担を気にしないことでよりトレーニングに集中できて、まあ、正しいフォームで行えるということも当然あるので、40代からトレーニング始める方とか関節に違和感が出だした方、ある程度医療の重量がこなせるようになった方は早めにこういうギアを揃える方がいいかなと個人的には思ってますので、ぜひ一度ギアの購入も検討してみてください。では参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。 B レジェンドの新商品の情報やお得なセール情報も掲載されておりますので、ぜひ概要欄をご確認ください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。